ハロー、ニエシュー、こんにちは。どうも、世界のコメディアン、ヒューゴンです。最近すっごくストレスが溜まっていて、というのも、この動画を回し始めた瞬間に気持ち悪いくらい噛むんですよ。だからもう、スラスラ喋れないし、で、スラスラ喋れなくて、イライラすると思ってこうやってこう黙り込むんですよね。何回も動画撮ってる最中にこうやって。何回も流れ込む。あ、流れ込むじゃない。黙り込む。こんな感じで。流れ込むって何？黙り込むと流れ込む。間違えます、普通。こうやって私流れ込むのよ。ほら、こういう風に。ね、わかる？もう本当にイライラする。もうそれで、最近、いや、私あんまりそういうことないんですよ。話してる時にもめちゃくちゃ噛むってことあんまりなくて。なのに最近めちゃくちゃ噛む。キモいぐらいに。ストレスが半端ない。だからもう動画中にこうやって黙るんですよ。みたいな感じで。編集がむずい。いつから喋るお前。いつからと思ったら、こう、もう口が動き始めてるんですよ。こうやって。こうわかる？この喋り始めるとこ探したらもう、口が動いてるから、あ、もう喋るんかいみたいな。どっから黙って、どっから喋るか、なんか手で合図しろやって思うんですよね。動画撮ってる時の自分に向けて。今のお前もそうだよ。だから。黙り込むなよ。編集難しくなるんだから。マジでやめろよ。そんなことはさておきですね。あ、どうですか？今日私、ストレートにしたんですよ。巻かずに。なんか視聴者さんが、ヒヨゴンは巻くよりストレートの方がいいと思うよって言ってくれたから、ストレートにしてみました。まあ、本当にもっとストレートにしたらこんなになるんですけど、流しそうめんみたいになるんで、もうちょびっとだけ気持ちぽよって巻いたんですけど、まあ、ストレートにしてみました。可愛いでしょってね。はい。もうね、どうせ世界のコメディアンのね、フォロワーさんはみんな優しいんでね、何をやっても可愛いって言ってくれるんですよ。それは違うか。まあ、それはいいんですけども、私の仲のいい先輩がですね、この間韓国旅行に行っていたんですよ。まあ、ゴンって呼ばれてるんですけど、ゴンお土産いる？みたいに言われて、いるに決まってんじゃんってなって、で、何が欲しいって私、ベレー帽が欲しかったんですよね、最近。で、黒の無難なベレー帽が欲しいですと。で、もしなかったら、黒のリップが欲しいって言ったんですよね。で、まあ、その先輩、ベレー帽を探したのか、探してないのか、なかったのかどうなのか知らないけど、とりあえず黒のリップを買ってきてくれたんですよ。で、この黒のリップを買った時のエピソードが、韓国のエチュードハウスで買ってきてもらったんですよ。で、なんかめっちゃイケメンだったらしいんですよね、店員さんが。で、その店員さんに、これ何に使うのって言われたらしくて、で、その先輩が、なんか、いや、私が欲しいんじゃなくて、私の友達が欲しいんですよ、みたいな。だから買うんですって韓国語で言ったらしく、すげえなと思ったんだけど、その話聞いた時。で、それで、そしたらその韓国の兄さん、面白いね、みたいな。ハロウィンみたいな言われたらしく。だからまあ、間接的に私はそのエチュードハウスのイケメンの店員に、お前黒のリップ使うなんて面白いやつだなと褒められたってことなんですよ。もう本当にありがとう。もうイケメンからだったら何言われても褒め言葉に感じちゃうでしょ、みんな。ね。なんか太ったとか言われたの。そんな私のこと見てんの？あんたもしかして私のこと好きってなるっしょ。ならんけど。はい。もうじゃあ早速紹介しますね。じゃん！なんて読むね、これ。全部韓国語です。なんて書いたかわかんないんだけども、ミニトゥーマッチカラーミックスエチュードハウスです。はい。2.4g。鬼少ないですね。まあ、先輩が言うにはクレヨンのようなテクスチャーだったらしいです。私今からクレヨンを唇に乗せるというわけです。見て。こうなんかちょっと、ビッグバンパクった感じの、あんま言わんとこ。ちょっと不思議な形をしていますね。はい、開けてみます。ん？ねえ、なんか潰れとっちゃうけど、ちょっと待って！ねえ、なんか、どうした？どうした？どうした？私一回も使ってないよ、これ。ん？どうした？これ。なんかおかしくない？どうした？どうした？全長これだけです。めっちゃ短くない？もうクレヨンのこれ終わりがけのやつよ。あの、紙が足りんくて持つとこなくなるやつ。ほら。てか、なんでこんなになってる断面。私一回先輩にもらった時開けてそのままこうやってやっちゃった感じかな。本当に申し訳ねえ。申し訳ねえです。後で正式に LINE で謝ろうと思います。というか、この YouTube に気づかないことを祈ります。それでは皆さん、これを唇に塗っていきましょう。私、本当に黒の唇紅がずっと欲しくて、でもデパコスしかないんですよね、黒の唇紅って。そう。なんか、透明なやつとかはあるんですけど、そんなんじゃ私もうごっつ黒が欲しくて。私が求める女性の理想像は、可愛い女というより、かっこいい女なんですよね。私は可愛いを目指しても、もうさらさら無理な話なんですよ。なんか私はもう、どうしてもかっこいい系の女になりたいわけ。あいつ強そう、みたいな感じの女になりたいので、黒のリップを手に入れました。これが秘密兵器よ。これをつけたら誰だって強く見えるだろうという考えです。それでは今つけているリップを落としていこうと思います。はい、落としました。それでは、この黒のリップを唇に投入していきたいと思います。行きましょう。塗れました。それでは公開したいと思います。
3、2、1。みんなどう？これちとやべえな。っていうかちょっと一個文句があるんだけども、全然テクスチャーがクレヨンじゃねえ。もうモイスチャーリップよこれ。何重塗りしたって感じこれ。てか待ちなよ、こんなテクスチャー柔らかくてさ、モイスチャーリップみたいな塗り心地だよ。この長さですぐなくなるだろうが。何用なのこれ。っていうかこんな潤いがあるってことは多分これ単色で使うやつじゃないですね。何かの上に塗るやつでしょこれ絶対 100% そうだよ。でも無理やり何重にも塗ったらこれ単色でもいけますね。どうですか先輩に止められたんですよ。あんた黒のリップって何よみたいな、本当に欲しいみたいに何回も聞かれたんだよ。なんか塗ってみて分かったけど超気に入った。もうこれは最高よ。私この唇の色を求めていたよ。ただもうちょっとなんか濃く本当に元から唇黒ですけど何かみたいな感じになりたかった。こんななんかもうプルプルモイスチャーでなんか黒だけどちょっとプリティな感じをプラスしてみたおみたいな感じじゃなくて、もっともう黒ですけど何か、ここから角生えてますけど何かみたいな感じの色になりたかったけど、まあこれもこれで可愛いですね。皆さんこのリップの色ありかなしかどうかリップで教えてくれたらなと思います。リップじゃねえやコメ欄か。皆さん前回の動画見てくれたでしょうか。そう、私東京大阪でオフ会するんです。東京大阪の方、まあもしくは近くに住んでいる方、ぜひぜひ関東関西の方会いに来てくださいね。それではインスタグラムのフォローとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。もう最近私飛行機に突っ込まなくなってきちゃったじゃないですか。慣れてきたんだよね。勝手に通ればみたいな、勝手にエンジンを鳴らしてるよみたいな、好きにしろよって感じなんです。まあ福岡空港も頑張ってるだろうからあんまり言わないでやろうと思って。どう？アンニョン。